懲戒試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえない時は手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう天気がいいから散歩しましょう日本語能力試験紹介 N3 これから N3 の紹介試験を始めますメモを取ってもいいです 問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1 問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番。電話で。女の人と男の人が話しています。男の人は。これから何をしますか。あ、もしもし、大野です。すみませんが。ちょっと電車が遅れてて。午後の会議には間に合うと思うんですが。会社に着くのが遅くなりそうなんです。それで、先輩。申し訳ありませんが。会議の準備。 していただけないでしょうかうんいいよ何しとこうかありがとうございますえー、っと資料のコピーは機能したんで大丈夫ですが椅子やパソコンの準備をしないといけないんですわかった椅子今から運んどくねすみません机は並べておきましたからわかったそれでパソコンはどれ使うの僕のでいいなら用意しとくけど あ、やっぱり私のを使いたいので着いてから準備します男の人はこれから何をしますか 2番 2> 女の学生と男の学生が書類を見ながら話しています。女の学生は何を直しますか先輩、アルバイトに応募したいんですが、書類ちょっと見ていただけませんかうん、いいよ。うーん、住所、きれいに書いてあるね。電話番号は携帯電話じゃないのも書いといた方がいいよ。でも、 携帯しか持ってないのでそうか、じゃあこれでいいね。それから学歴は、大学や学部の名前は正しいね。あれこの写真、髪が随分短いね。ええ、半年前のなんで。写真は3ヶ月以内に撮ったものと書いてあるでしょあ、はい、新しいのにします。 女の学生は。何を直しますか。三番。男の学生と女の学生が。ホームステイについて話しています。男の学生は。 ホームステイに何を持って行きますか先輩、ちょっと教えてほしいんですけど。うん、何先輩、去年、海外ホームステイに参加しましたよね。僕も同じプログラムに参加することにしたんです。それで、日本の文化を紹介できるものを持っていくようにって言われたんですけど、先輩は何を持っていきましたかえーっと、私は、こっちで買った雑誌と、 新聞と自分の家族の写真とテレビ番組の DVD を持ってったんだ。いろいろ持っていったんですね。ホストファミリーに見せたら結構興味を示してくれてよかったよ。なるほど。いいアイディアですね。じゃあ僕も先輩と同じものを。うん。でも新聞はいらないと思う。ああ、文字ばかりですからね。それとテレビ番組もね。 見られなかったの。せっかく持ってったのに向こうの機械で再生できなくてああ、そうかその問題がありますねじゃあ持ってっても仕方ないですねありがとうございます男の学生はホームステイに何を持っていきますか 4番、大学の実験室で女の学生と男の学生が話しています。女の学生はこの後まず何をしますか山口先輩、遅くなりました。今授業が終わりました。あの、実験はどうでしたかうん、思ったよりうまくいったよ。そうですか。 よかった。全部やっていただいてすみません。次の実験の準備しましょうか。いいよいいよ。今日はここまで。今から結果をパソコンに入力しなくちゃね。はい。あ、その前に実験で使った容器洗っちゃうね。道具の方をしまっといてくれるわかりました。あの、先輩。結果の入力も私がやりましょうか。ありがとう。 でも、このメモを読みにくいから大丈夫。次からお願いするよ。はい。女の学生は、この後まず何をしますか 5番大学で男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこの後、レポートのどこを直しますかねえ、これチェックしてくれないあ、宿題のレポートいいよ。ちょっと読んでみるね。うん、ありがとう。えーっと、まず、 はじめの部分に問題点が書いてあって、次に例があるんだね。それから、最後の部分に自分の意見が書いてあるね。うん。はじめのところがうまく書けなくて。うーん。ここはこれでいいんじゃないそれから、えっと、次は例の部分だね。最初の二つの例はすごくわかりやすいね。 でも、三つ目の例は、テーマとあんまり関係がない気がするけど。そっか。それじゃあ、そこは書き直した方がいいね。それで、最後の部分はどう変えた方がいいうーん。最後は、問題点に対する意見がよく書けてるし、いいと思うよ。タイトルもぴったりだね。ありがとう。直してみるよ。 男の学生はこの後、レポートのどこを直しますか六番大学で先生が話しています。学生は、まず何をしなければなりませんか これで新入生オリエンテーションの説明を終わります。今9時半ですが、この後10時から12時まで各クラスに分かれて授業の内容や教科書について説明をします。この教室の外にクラスと学生の名前のリストが貼ってありますから、自分のクラスを確認して教室に行ってください。それから、 今日中に健康診断を受けてください。午後4時までならいつ受けても構いませんが、1時間以上かかりますので注意してください。それから授業は来週から始まります。この後の説明を聞いてから自分のクラスの教科書を買っておいてください。学生は まず、何をしなければなりませんか問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。 読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 女の人と男の人が話しています。女の人が男の人の会社に来たのはどうしてですか あのすみません。私、南食品の山田と申します。今日こちらに、うちの会社の鈴木が伺っていると思いますが。ああ、南食品の鈴木部長ですね。今会議中ですが。そうですか。さっき鈴木から連絡がありまして、この書類をこちらに届けるように言われたんです。あ 会議で新商品を紹介するときの資料なんですがああじゃあ私がお渡ししましょうありがとうございますよろしくお願いします女の人が男の人の会社に来たのはどうしてですか 2>, 2番大学で女の学生と男の学生が話しています。女の学生は男の学生に何を頼みましたか 加藤くんちょっと頼みたいことがあるんだけどどうせまたレポートを手伝えとか荷物を運べとか言うんだろあ惜しい今日図書館で本たくさん借りたんでうちまで持って帰るの大変なんだ車で送ってほしいんだけどああどうせ家近いしいいよその代わりサッカーの試合のチケットあげるから。 友達にもらったんだけど、普段なかなか取れないチケットなんだよ。女の学生は男の学生に何を頼みましたか 3番。会社で男の人と女の人が話しています。男の人が困っているのはどうしてですか 困ったたなあどうしたのいや新しい製品のことで問題があってえあれすごく売れてるじゃないうん急に若者の間で人気が出てもうすぐ品切れになりそうなんだよ生産が追いいつかないの工場に確認したら今部品が不足してて生産が止まっちゃいそうだってええー 男の人が困っているのはどうしてですか。四番女の人と男の人が話しています。男の人は一人暮らしで何が大変だと言っていますか。 男の人ですねえ高木くん先月から 一人暮らし始めたんでしょどううん。最初は料理を作るのが不安だったんだけど、もう慣れたよ。私も一人暮らしだけど、料理はほとんど作らないよ料理って、一人分だと、コンビニでお弁当を買うよりもお金がかかるし、それに、毎日仕事終わってからだとなかなか買い物行く時間もないし。うちは近くに遅くまで空いてるスーパーがあるから、 買い物行くのも便利だし一度にたくさん作っとけば結構安くなるよただ毎回何を作ろうかってほんといつも悩むようーんちゃんと考えて作ってるんだねお皿を洗ったり片付けたりするのもめんどくさくない僕片付けは結構得意なんだ一人だからそんなにお皿使わないしねそうなんだ 高木君ってしっかりしてるね男の人は一人暮らしで何が大変だと言っていますか ラジオで女の人が話しています。アンケートの結果で一番多かった答えは何ですか 先日この番組ではビジネスマン100人にどんな時が幸せかというアンケートを取りました私は家族や好きな人と一緒にいる時と答える人が一番多いと予想したんですが意外にもぐっすり寝ている時が1位でした毎日忙しく仕事をしている人はとにかくゆっくり眠りたいんでしょうねちなみに おいしいものを食べているときが一番幸せだという答えも多かったです皆さんはいかがですかアンケートの結果で一番多かった答えは何ですか 6番テレビで花の専門家が話しています。専門家は質問に対してどんなアドバイスをしましたか えー、番組をご覧の方から質問の手紙をいただきました「ベランダで育てている花が全然咲かないどうすればいいのか」という質問です送っていただいた写真を見ますと容器が小さいですね「ベランダはよく日が当たり栄養も十分与えている」と書いてありますから大きな入れ物に移せば花が咲くでしょうあそれと この花は水をやりすぎると根が腐って枯れてしまうので注意してくださいね専門家は質問に対してどんなアドバイスをしましたか ここで、ちょっと休みましょう。 ままた、続けます。問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます1番 ラジオで女の人が話していますマフラー手袋コート傘アクセサリーデパートの商品のように聞こえるかもしれませんが実はすべて電車の中で見つかってその後警察に届けられたものなんです。 網棚や席の下ドアの近くで見つけられることが多いそうです電車に残されたもののナンバーワンは傘ですが忘れ物の種類も時代によって変化が見られ最近では携帯電話やデジタルカメラもかなり増えています皆さんがなくしたものも届けられたものの中にあるかもしれませんね の人は何についいてて話していますか 1, 1デパートで一番売れているもの <S 2, 2 <S 電車の中の忘れ物3電車の中で盗まれやすいもの4駅で買えるもの 2番 2> テレビで医者が話しています夜眠れないという相談が最近増えています眠れるようにお酒を飲むという人もいますがこれはやめた方がいいでしょうすぐ目が覚めてしまうんです部屋を暗くするとか枕を変えるということもいい方法ですが私は軽い運動がいいと思います しかし、寝る直前の運動はよくありません。昼間のうちに運動しておいて、夜はゆっくりするのがいいでしょう。医者は主に何について話していますか <S ?1, 1。夜眠れない原因。2。 よく眠るための方法。三、眠ることと健康の関係。四、寝る前にする運動の方法。三番。 小学校で先生が子供たちに話しています。もうすぐ夏休みですね。みんなは夜の空をゆっくり眺めたことありますか月や星に興味がある人はたくさんいると思いますが、夏休みならゆっくり星を観察することができます。冬休みは短いし、それに冬の間は観察したくても、 寒くてなかなかできませんね。そこで夜の空の観察を夏休みの宿題にします。この間勉強した月でもいいし星でもいいですから夜の空を観察して絵と感想を書きましょう。どんな方向にどんな星があるか月の形はどんなものかよく見てみましょう。 先生は何について話していますか 1, ?1 夜の空の良さ 2, 2夏と冬の空の違い3夏休みの宿題4今日の授業内容 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 1番、1> お客さんはペンを持っていません。ペンを貸します。何と言いますか ?1、1> このペンお使いください。2>, 2、このペン貸していただきます。3、このペン持っていらっしゃいますか 2番、2> おばあさんの荷物が高いところにあります。荷物を取ってあげたいです。何と言いますか ?1、1> 取ってくれますか 2>, ?2、手伝うはずですよ ?3、下ろしましょうか 3番、佐藤部長に会いに来ました。受付の人に何と言いますか ?1、1> 佐藤部長とお約束しましょうか 2>, ?2、佐藤部長はいらっしゃいますか ?3、佐藤部長にお会いになりますか 4番ここで写真を撮ってはいけません。友達に注意します。何と言いますか ?1、撮るなって書いてあるよ。2>, 2、撮りなさいって言ってるよ。3、3> 撮らなきゃいけないんだって。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 では始めます。一番、本田さん、明日の会議は9時からなので遅れないようにね。一、承知しました。二、確かそのはずですが。三、遅くならないみたいですね。 2番、風が強いですね。あ、あそこの店の看板、倒れそうですよ。1、1> 本当だ、倒れたら危ないですね。2>, 2、え、倒れてるんですか ?3、ええ、さっき倒れたそうですよ。 3番今度またうちに遊びにいらっしゃってくださいねおかげさまでぜひまた 3> 3お出かけですか四番 森田さん、君に貸す約束してた本なんだけど、来週でも構わない ?1、1> 来週かどうかわかりません。2>, 2、来週はダメなんですか ?3、じゃあ来週お願いします。 5番。あ、冷蔵庫に入れといた私のケーキ食べちゃったの ?1。美味しそうだったから、つい。2。2> じゃあ、お皿持ってくるね。3>, 3。なんで全部食べたの 6番山田くん、午後の会議、私の代わりに出席お願いできない 1, ?1 お願いするのはちょっと2他に頼める人いなくて 3, 3僕でよければいいよ 7番ねえスピーチの順番のことでちょっと気になることがあるんだけどそれはいい話だねお互い気をつけよう。じえ、何順番がどうしたの 8番。ねえ、今度の日曜日、山田さんの自転車使わせてくれない ?1。1> ちょうど今使ったところだよ。2>, 2。じゃあ、使わせてもらうね。3。日曜は私も使うんだけど。 9番田中さんが来たら私に電話するように伝えて。1, 1僕から電話するの ?2 分かったそう言っとく。3, 3連絡を待つように伝えるね。